チャールズ・ハーバート・クラインは、主に1930年代に活躍した、アメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは、右翼種。インディアナ州インディアナポリス生まれ。右投げ左打ち。ニックネームは、フージャー・ハマー。1933年にナショナルリーグ参加網になった強打者。MLB の歴史上二人しかいない、全打撃タイトル獲得経験のある選手。 1928年にフィリーズでデビュー。翌年1929年には219アンダー、43本類打、打率、356をマークし、初の本類打王となる。1930年は250アンダー、打率、386をマークした年だったが、同じ年にニューヨークジャイアンツのビル・テリーが254アンダー、打率、401を記録し、 両部門ともタイトルを手にすることができなかった。またこの年は170打点を挙げたが、こちらは、ハック・ウィルソンが191打点を達成していた。その後も1931年には、初の打点王と得点王、1932年は38、本塁打で、本塁打王になるとともに、20盗塁で、リーグ盗塁王も獲得、その年の最優秀選手になった。 本類打王と投る王を同時に獲得したのは、彼とダイ、大カップとジミー・シェッカードの3人だけである。1933年には28本類打、120、打点、打率、368都市、ロジャース・ホーンスビー以来の三冠王となる。この年は他にも、最多安打、最多二類打、出塁率1位、長打率1位などに輝いたものの、 その年の最優秀選手には、カール・ハッペルが選ばれた。1934年にシカゴ・カブスに移籍するものの、フィリーズ時代のようなほとんど全試合の出場はさせて、もらえず、打率も3割前後にとどまった。カブスには2年と少ししか在籍せず、1936年のシーズン中に再びフィリーズに戻った。フィリーズ復帰後の1936年7月10日、 クラインはリーグ史上初となる1試合4本塁打を放っている。1940年に通算2000本安打を達成。それ以降は時折大打として出る程度になり、1944年を最後に現役を引退した。引退後は一時期フィラデルフィアでバーを開いていたが、飲酒癖が元による脳卒中を患い、左足の麻痺も発症したため、 1947年に故郷インディアナに帰郷して自身の姉妹の下で療養生活を送ったが1958年3月28日に53歳で死去した。1980年にベテランズ委員会の選考によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。クラインのフィリーズ在籍当時のチームロゴ P。フィラデルフィアフィリーズの永久欠番扱いとして2001年。 指定。2001年、クラインはフィリーズの永久欠番選手に指定されたが、デビュー当時はまだ背番号導入前で、その後1932年よりフィリーズは背番号を導入したが、クラインは毎シーズンのように背番号を変えていたため、番号の代わりに、デビュー当時のフィリーズのチームロゴを欠番代わりとしている。クラインは683試合目で、 通算戦ワンダに到達しており、これは現在でもメジャーリーグの最速記録である。2005年に一郎がこの記録に迫ったことで、日本でも多く紹介された。前日の通り、1932年にフィリーズが背番号を導入した後も、クラインは自身の背番号を一定せず、毎シーズンのように背番号を変えていた。使用した番号は10個にも及び、 番号変更は12回も行った。このうちフィリーズ在籍時につけていた1、32、36は後にフィリーズの後輩にあたる選手の活躍によりそれぞれの永久欠番となっている。太字はフィリーズ在籍時の背番号。ありがとうございます。